アニメ業界ものの萌えアニメって言おうと思ったんですけども、萌えアニメじゃないよなと。萌えアニメじゃなくてビジネスもの、それも業界ものだったんですよ。で、僕がすごく面白いなと思ったのは何でかっていうと、ちゃんとしたドラマ見たような感じがするんです。これまでですね、正直知らない世界ばっかり作ってきちゃいますか。例えば機動戦士ガンダムっていうのは富野さんがもうずっと何年も頭の中で温めてきたことをやったから、それはもう連邦軍にしてもジオン軍にしてもモビルスーツにしてもかなりかけたんだけども、でもそれ以前のロボットものって思い出してもらったら分かるんですけども、みんなロボットのことも軍のことも戦争のことも何もわからないまま作ってるから、全部雰囲気だけで作ってますよ。白箱の話ですね。知らない人にの説明から言うとですね、アニメ業界ものの、アニメなんですよ。で、アニメ業界もののというところでちょっと一瞬こう言いよどんだんですね、アニメ業界ものの萌えアニメって言おうと思ったんですけども、萌えアニメじゃないよなと。萌えアニメじゃなくてビジネスもの、それも業界ものだったんですよ。で、僕がすごく面白いなと思ったのは何でかっていうと、ちゃんとしたドラマ見たような感じがするんですよ。どちらかっていうとリーガルハイとかですね、あと変な話ですけど相棒とか、ああいうよくできたテレビドラマってありますよね。あれに近い感覚なんですね。アマちゃんとかもそうなんですけど、それに近いですね、ドラマなんですよ。で、ドラマで最近のドラマってもうすぐに何かっていうとジャニーズタレント使って俳優イケメンばっかりにしちゃうよなという不満はあるけど見れるじゃないですか。で、あれと同じでですね、何かっていうと女の子がやたらなんか可愛すぎるよなと、ここんとこ嘘くさいよねって、でもまあ視聴率取るために仕方ねえかみたいな感じでですね、そういうのであくまでですね、悪いところとしてキャラが可愛すぎると、そこが嘘、アニメ業界そうじゃないと。アニメ業界の女の子の可愛さっていうのはもっと文化系に寄ってるところがあるんだけども、まあそこはもうしょうがねえかと割り切って見るしかないかっていうのはあるんです。で、ただもうそういうですね、これ僕言ってるのはもう単なるツッコミなんですよ。これ単なるツッコミなんですけども、そういうのを跳ね返すだけのですね、シナリオの面白さっていうのかな、その配役のドラマの持っていき方もそうなんですし、キャラクターをどういうふうに配置するのかっていうのがすごい面白い。で、正直ですね、アニメの制作現場でアニメするっていうのは多分アニメ関係者だったらですね、一回思いついてる、だからアイデア的にさほど斬新じゃないんですね。何がしんどいのかっていうと、その見せ場がない、絵的な見せ場がないっていうのがあるんですけども、それがですね、その第1話ではですね、例えばカーチェイスのシーンをこう冒頭の方に持ってくるとかですね、そういう絵作りとしてなんとか面白くしようとする。あと極端なキャラをですね出してないですね。とりあえずごめんなさい、僕今こんないろいろ語ってますけども、まだ第1話しか見てないですよ、正直な話。ニコニコ動画でですね、第1話だけ見て話してるんですよ。ただこれもなんで第1話でやめたのかっていうと、ちゃんと見ようと思ってるからですね。これできるだけ早いことですね、とりあえず DVD 揃えてですね、26話まで、来週までに一気見できるかどうか分かんないんですけども、あの1話見たら作り手がどれぐらいもう真面目に作ってるか分かるんですよ。で、ああそうか、じゃあ1話以外もうじゃあ DVD で借りるしかないのかと思って Amazon でちょっとレビュー見たらですね、12話がすごいって書いてあって、おお12話すげえんだなと思ってすごいね、楽しみにしてるんですけども、こういうアニメ作れるようになっていいなと思ったのは、やっぱりね、アニメーターというかね、アニメ関係者がちゃんと知ってる世界を作ってるから面白いというのはあるんですね。これまでですね、正直知らない世界ばっかり作ってきちゃいますか。例えば機動戦士ガンダムっていうのは富野さんがもうずっと何年も頭の中で温めてきたことをやったから、それはもう連邦軍にしてもジオン軍にしてもモビルスーツにしてもかなりかけたんだけども、でもそれ以前のロボットものって思い出してもらったら分かるんですけども、みんなロボットのことも軍のことも戦争のことも何もわからないまま作ってるから、全部雰囲気だけで作ってますよね。言っちゃえば昔のなんか刑事ドラマってやたら拳銃撃ったりやたら逮捕したりですね、なんかそういうのがあって、今のリアルなドラマと全然作り方が違いますよね。でもアニメの世界においては相変わらずですね、作り手がよくわかんないまま作ってるんですよね。 SF ものに関しては少なくともその2001年宇宙の旅以降ですね、ハリウッド映画でもですね、やっぱリアリティというのを大事にする、それはルック的、映像の表現的にもリアリティを大事にしますし、宇宙服の端々に至るまで架空のものであればあるほど見た瞬間に嘘じゃないというテイストを大事にするんですね。でもアニメの場合はセル
というかね、画面のが質感を表現できないからですね、見た瞬間のリアリティっていうのは線を増やすしかないんですね。なのであまりですね、まあ、リアリティを出すのに向いてない媒体なんですね。もうちょっと心情とかですね、そういうのを出すのが得意な媒体なので、本当言えば知ってる世界をやればいいんですけど、ところが知ってる世界をやればあまりに画面が地味になりすぎて、例えば時をかける少女とかですね、あとピンポンとかもそうなんですけども、とんでもない作画力とかとんでもない演出力をやらないとお話自体を見せることができないという、そういうジレンマにアニメがあるんですね。つまり地味な素材でも実写はきっちり撮ったり寄りで撮ったりすると、実際のものの迫力からなんとか見ることができる、逆に凄みが出るんですけど、アニメの場合はですね、知ってるものだけで映像を地味な絵だけで作っちゃったら、よっぽど極端なキャラクターを出すと、例えばカイジみたいなですね、顎がこんなとんがって目がこうなってて眉がこうでザワ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 と画面いっぱいに字が出るとか、そういう見せ方だったらできるんだけども、なかなかその日常表現、日常の風景だけでお話作るの難しいんですね。だからいわゆる萌えアニメっていうふうに僕がジッパーひとげに言っちゃうやつは、キャラクターが極端にテンションが高くて極端にポジティブなことを言ったりして、すごい可愛らしい女の子が極端に短いスカート履いてありえないような髪の毛で動くっていうようなですね、どうしてもその反リアリティの方に行っちゃう。白箱はそれをうまく日常表現の中に落とし込んでいて、で作り手側が分かってることだから、セリフとかが常に説明不足のリアリティなんですね。例えばその動画撮影というのは何なのか、動撮になっちゃうとか、これなんか原画が入ってないからコンテ撮になっちゃうよとか、第1話で僕ダビングっていう用語がすっと出てきて、ダビングっていう用語を一般視聴者に向けて使う、ダビングっていうのは普通の人にしてみれば A という映像を例えばそのなんだろう CD ロムに焼くとかですね、もしくは別のビデオテープに入れるとか、そういうふうなことをダビングするなんですけども、映像業界ではですね、絵と音を合わせることをダビングっていうふうに言うんですね。これをですね、何の説明もなくすっとやって何回もやってれば見てる側に伝わるだろうというふうに自信を持って出しているところが、やっぱりね、知ってる業界をこう作ってるからすごい面白いんですね。もうね、アニメーションもそういう時代に来たなと。ここまで実写のドラマと同じステージに立っちゃったら、あとは本当にシナリオ勝負になってくるよなというふうなものが感じました。で、白箱興味が持てた人はですね、ぜひこのトリガーのですね、増本さんの書いたですね、アニメを仕事に、これを読んでください。これはアニメの制作進行が何かっていう話ですね。すごく面白いですし、言い方は変ですけども、白箱の原作と言ってもいいんじゃないのかなというぐらいのですね、制作進行というのが何かっていうのを説明した、本です。アニメ業界を知っている岡田さんならではの視点が面白いですね。知らないものと知っているもの、描くことの差という話が、特に今後岡田さんの白箱解説の切り抜き動画を投稿していくので、そちらもご視聴をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。